来た。こんにちは、豊さん、はい、気づけば、まあ、現時点なんですけれども、まあ、巨人が首位、2位の広島と1ゲーム差をつけてなんですけれども、本当に赤ペコのようになってますけれども、6月、7月、打線がいいいや、だけどさ俺ちょっと申し訳ないけど、はい、この7月は下位になるんじゃないかっていう予想だった、はい、でも途端に、うん、ホームランが出だした。そうです、ね、やっぱねジャイアンツの野球なんだよ、はい、一つの、うんうん、だから阿部監督が目指してる野球も必要なんだよ、うん、はい、1点を取りに行く野球っていうのも必要だけども、ジャイアンツでみんなの勢いを出すって言ったら、うん、やっぱホームランだな。ですね、うん、だからそのホームランが定期的に出るようになったっていうのは、うん、すごく大きいと思うよ、戦っていて、はい、うん、戦い方もやっぱり当初のそのバントだったり、はい、そういういわゆるこうスモールの、うん、スモールベースボールからやっぱり巨人の伝統のその一発だったり長打っていうところにちょっとシフトしたことが、いや、まあシフトっていうよりも状態が上がってきたよね、うん、まあもともとその丸もホームラン打てるし、はい、吉川もたまに打つし、そうです、まあ、ヘルナンデスは岡本、まあ、大城も打てる、はい、ね、岸田も意外とバッティングいいじゃないかみたいな、そうですね、まあ、そんなことになってて、はい、やっぱホームランを打とうと思ったら、まあ、打てる力のある選手っていうのは多いわけ、はい、だからそれが最初さ1点を取りに行く野球、うん、ね、なんとかこう反対方向に打って出塁をするとか、うん、はい、少し小さくなりかけてたものが、うん、ホームランが出ることによって少し心が大きくなったというかさ、はい、まあ、それでみんながこう少しずつホームランが増えてきたという、うん、まあ、いい傾向にあるなっていうふうには思ってたんですね。そうですよね。でやっぱりこの打線のこう上昇のやっぱり一因となったのが丸選手、ヘルナンデス選手、あと、まあ、立岡選手、この3名の状態が5月か6月かぐらいに上がってきた、まあ、そうだね、まあ、丸選手がなんといっても、いや丸はね、いやその実力はやっぱりね持ってる選手だよ、はい、でね大体1打席目2打席目に出ていくな、あ、まあ、特に1打席目っていうのは捉える確率が高いな。それはなんで、いや、やっぱ立ち上がりだよ、ピッチャーの相手のその不安定な時に丸が出ていってかき回してるっていうことが、やっぱ一番こう優位にペースを握って野球を進められてるっていうことは言えると思うよ。これ最初から1番ではなかったんですけれども、はい、やっぱ阿部監督がその1番丸選手にした途端やっぱりピタッとはまった。やっぱりフォアボールも取れるしね、うん、彼はね、うん、出塁率ということ、はい、まあ足という面ではさ、はい、まあ、それは年齢から来るものがあって、はい、まあ、そんなにバンバン走れるわけではないし、はい、まあ、走塁にしてもそうだけども、でもある程度のことはやってくれるしさ。そうですよね、うん、だから非常にやっぱ丸の1番っていうのが効いてるよね。これ去年はほぼあまり出てないんですよね、今年みたいには。去年は悪かったとか、いや悪いっていうよりも起用法だよね、監督の。そうそうそう、まあ例えば若手ももうそろそろスイッチしなきゃいけないとか、まあ秋広もいたし外野にね、で、まあ、浅野も使わなきゃいけないとかさ、使って成長させなきゃいけないとか、はい、まあ、いろんなことを考えたけど、やっぱこれだけ丸がねやってくれると、うん、もう外すわけにいかないし。ですよね。で、阿部監督もあのシーズン始まる前からやっぱり外野の一つは丸選手みたいなことも言ってたぐらい、やっぱり、いやいや実力はあるよ、やっぱり、うん、まだまだもうその年齢的に考えるとよ、はい、それは落ちるかもわからないよ、うん、でまあ、だけどやっぱ技術はしっかりしてるしさ、はい、やっぱ大事なところでホームランも打ってくれるし、うん、それはもう選球眼もいいし、うん、だから格好の一番バッターになったよね。そうですよね。で今2番務めてるのが吉川選手なんですけれども、はい、まあ一時期ヘルナンデスがね2番でずっとやってたけども、はい、やっぱ吉川ってやっぱランナー一塁にいるときは必ず引っ張ろうとしてくれるしさ、うん、だからやっぱ勝つために何でもできるというか、はい、まあ、バントが少し下手なのかなって思うぐらいで、はい、まあ、だけど本当によく守備も含めてやってるよね、吉川。この前の阪神戦の走塁ですか、あれもね、すごかったね、はい、まあ、あの判断力とかね、うん、まあ、やっぱりもうセンスがいいよですね、うん、だからずっと使うとやっぱり吉川なんかもいいよね。そうです。ただ怪我がちだったっていうことが、うん、まあ、一つ のウィークポイントだったんだけど、はい、やっぱちゃんとした責任を与えるとさ、うん、人って怪我しないもんなんだよ。そうか。
そうそう、今年まだそうですね、そうそうそう、おかしくないですし、だからまあ後半まだ分かんないよ、はい、分かんないけどもやっぱり自分が出なきゃいけない、うん、で自分が2番セカンドでずっと出なきゃいけないっていう責任感も芽生えてるよね多分ね、うん、それがいい方向にいってるかなっていうふうには思う、うん、まあ、あとヘルナンデス選手3番、はい、加入によってチーム状態とともに上昇していきましたけれども、まあ、落ち着いたな、はい、あやっぱりこう岡本の前後、はい、これを誰に打たすか、うん、まあ、そういうところがあったけども一つのテーマとしてね、うん、まあ、5番から言うと、うん、まあ、大城がいてくれるから、まあ、ヘルナンデス5番でもよかったんだよね多分ね、はい、うん、大城がいなかったらでも大城という大きな選手が帰ってきたことによって、うん、やっぱヘルナンデスを3番にできたというそれをできたのはやっぱりその大城選手が状態上がってきたからもちろんもちろん大城選手一時期2軍に行ったりとか大変な時期を過ごしましたよね今年これ今打線というかそのバッティングの調子が上がってきたのはこれはどうしてなんですか大城はいやる気になったからいやいや本当にそうかいやだって自分の生きる道っていうのがキャッチャーが閉ざされたでしょ、はい、そしたらどうするんだって、うんだって一塁には岡本がいるんだよそうなんですよでもやっぱ坂本の状態で岡本をねサードにやらすっていうぐらい、はい、やっぱ大城のバッティングが欲しかったんだうんそれはやる気につながるよね、はい、よしここでっていう、うん、だからそれがうまい具合にはまったというねそうか、うん、あとやっぱりあの豊川先生の大城選手はやっぱり使い続ければ絶対に長打を打てる選手だからって打つよ、ね、言ったら本当にやっぱそうですよね打つ打つ、まあ、キャッチャーでもいいんだけどもさ、うん、まあまあキャッチャーはね気に入らないんでしょ監督はいや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 だからそれはもうしょうがないよ、うん、そうですよねそう監督だってやっぱ好き嫌いっていうのもあるし、うん、好き嫌いでは使わないとは思うけども、はい、でもやっぱこうキャッチャーとして岸田の方が上だって思うとやっぱ岸田をどうしても使うし、はい、でもことバッティングだけって考えると、うん、やっぱ大城の方がいいってなると、はい、守備固めを用意しても大城を最初に使いたいなっていうのはあるよねファーストでそうかそうか、うん、ただそのやっぱりキャッチャーいいと言わしめたその岸田選手はバッティングそれから守備、はい、キャッチャーとしてはもう良くなってきてますか、うん、まあやっぱりあの1年間持つかどうかは分からないけども、うん、やっぱりねやったことがないからでもキャッチャーとしてだったらやっぱり優秀だと思うよ、うん、彼は、うん、配球云々もまああるだろうけども、はい、やっぱ全体をこう見渡せる力があるね、うん、チームが落ち着くというか、はい、まあ、小林もそうだしそうですよね、うん、阿部監督が今年最初にやってたまずその岸田選手と小林選手を2人併用して使って大城選手は、はいはい、まあ、下に下げてとありましたけれどもその間に岸田選手がそれで育ってきたっていうことも言えるんですかね阿部監督がやっぱり2軍時代だとか、うん、で1軍に上がってヘッドコーチの時とかやっぱ岸田の力っていうのは相当勝ってた部分があるんだよね、はい、で、まあ、そこには大城という大きな壁があって、うん、だけどやっぱちょっと使ってみるとやっぱ岸田の方がいいっていうことになる、うん、まあ、そうなってくると大城がえなんでって去年まで俺全ほとんど被ってたのにいやそれは気持ちの整理が必要だよねですよね、うん、それとやっぱりその間にポジションを見つけなきゃいけないし、うん、まあ、そうなってこういい形になったのが今の形、まあ、だけど岡本レフト行っちゃったからなそうなんですよただその岡本選手がやっぱこうね暖かくなってくるにつれて暑くなってくるにつれてガンガン調子上げてきてますねいやそれは実力あるもんな、うん、それまでがなかなかくすぐってたっていうのは単純に調子が上がってなかったっていうことなんですか、まあ、それもあるし、うん、まあ、前後打つバッターっていう兼ね合いもあるし、はい、うん、まあ、そこが、まあ、ヘルナンデスが落ち着いた大城がいてくれるみたいな、うん、で坂本さんがベンチに帰ったらいてくれるみたいな、はい、まあ、そういう支えがやっぱ大きいのかなっていうのは感じるけどねそうかだから4番だから自分がこの仕事をするっていうだけじゃなくてその前後によっても状態って変わってきちゃうんですねいや変わってくると思うよやっぱ気にするよだっていや後ろがこれでもう俺が少々無理しても勝負に行こうかとか、はい、まあいろいろあるよ、うん、これ後ろ回したら大城さんに回したら坂本さんに回したら何とかしてくれるかなって思うとさ、うんうん、やっぱボール球に手を出さなくなるだろうし、はい、だからそこら辺はやっぱちょっと多少なりとは違うよねそうか、うん、そうなんでもただそう豊さんもおっしゃってたようにこの前はレフトを守ったり、はいはい、今はサードで
ファーストでレフトとこの3箇所を守ってるんですけど、まあ、これは、まあ、大城に守備固めがいるからね、大城下げた時点で、はい、まあ、岡本がどこにいようが持ってくるよね、ファーストに、はい、いやだからどうなんだろう、まあ、そういう気分転換をしながらやった方がいい選手なのか、うん、やっぱり1つのポジションを与えた方がいい選手なのか、うん、どうなんだろうな。で、阿部監督はもうレフトの起用にもう守備のことは目をつむるから我慢してやってくれ、バッティングのことだけ考えてくれというふうに伝えた。で、岡本選手はその日のヒーローで、今日はすごく汗をかきました、暑かったです、え、なんでですか、ベンチから守備位置までが遠かったんでちょっと一言出したんですよ。だから本人的にはまた俺くるくる回される4番なのにって思って、これでまた変に調子が下がっていくのも嫌だなと思うんですけど、どうなんですかそのあたりは。確かに遠いよ俺も内野から外野行ったことあるけど遠いし、守っててこんなところまで飛んでくるとは、うん、とてもじゃないけど思えないぐらい遠く感じたよ。やっぱ遠いんだ。でもボンボン頭の上を越されていくけどねホームランとかは。そうですよね。あ、昨日あのちょっとフェンス、あ、昨日というか阪神戦ではファールギアのところフェンスにぶつかりながらっていうのもあったので、いやちょっとなかなかだなと思ってたんですけど、 それが裏目に出ると俺一番いいのは、うん、まあ、ここまでやらないっていうことは阿部監督の頭の中にはないと思うけど、うん、坂本をショートでうまく使っていくといいと思うね。ずっとおっしゃってました、ね、全試合じゃなくてもいいからさ、うんうん、もう2試合に1試合は休ませるとかさ、はい、そういう形でもいいから、うん、そうやったら俺はまだまだショートできると思うけどね、坂本選手。ってことは必然的に岡本選手がもうサードで固定っていうことになりますよ ね、 そうだね。ただどうなんでしょう、でも阿部監督は、まあ、ショートに新しい外国人も取ったのでそこに起用したいっぽいですし、坂本選手がスタメンの時はサードじゃないですか。これって後半戦に何かうまくいけばいいですけど、いや外国人っていうのはうまくいかなくなってからだろうな。あ、いやそれはもう入れて抜群にうまいとか、はい、呼吸はもう合わせられるとか、うん、まあそういうことであればいいけども、守備に関して言えば、うん、まあ、そんなに期待できないよね、うんうん、と俺は思う。はい、ただ土のグラウンドでファームのねゲームをちょっと見たけども、ああいう形で外国でのグラウンドはないから、はい、まあ、これが人工芝に変わったりだとか一軍のそのねスタジアムであればまあしっかり守れるのかなとか、まあいろいろ考えたけども、まあ欲を持ってみても守備はちょっと不安な部分があるね。うん、まあ、バッティングもやってみなきゃわからない部分はあるんだけど、はい、ただまあミート中心でそんな振り回してくるバッターじゃないから、うんうん、はい、まあ、ある程度ヘルナンデスみたいな、はい、そういう形でハマってくれればね、うん、まあ、面白いけども、まあだけど急に変えるっていうことは多分ないと思うけどね。ただオールスター休みの時に阿部監督が判断するんじゃない、どうするかを最終判断を。そうそうそう、今この打線うまくいってるポジションでも、まあ、あのショート門脇選手だったり伊豆口選手だったりで、まあ、なんとか回ってうまくいってる。それは成績はうまくいってても、はい、阿部監督の中では全然うまくいってないっていうふうに思ってる可能性だった。そうか、だから成績はただ、まあ、上位にいるからね、はい、まあ、1位にいるから、まあ、だからうまくいってるようには見えるけど、阿部監督が描いてるいい具合にいってるっていうのは1ミリも思ってないかも。そうか、だから理想はそこじゃないっていう。あ、だから、まあ、補強したりとか、まあ、まあそうだね、いろいろまたいろんなことを考えたりとかしてるってことなんですかね。あと坂本選手はまだヒットが現時点ではありません、はい、で犠牲フライあの打点はつきました。これ坂本選手の今後の起用法、もちろんねヒット出ることがあれなんですけど、ベンチスタートっていうのが多くなるのか、それともサードだったり、まあでもそうだね、これを見ながらっていうことじゃないの。でも出せば出したでヒットは打ってないけど、うん、大事なところで右打ちするし、うん、はい、ノーアウト 2,3 塁、うん、右に外野フライ、はい、犠牲フライ打つ、うん、なぜか分かる、もうセカンドランナーをサードにやりたいから、打点を上げたいからじゃないんだよ。上がったら打点はどこでもつくけども、うん、やっぱ右の方に限定して打ってるから、うん、だからそれがやっぱ考えたことができるっていうぐらいの、はい、やっぱ選手だよ、うん、だからヒットなんかいらないじゃん、うん、そんなバッティングしてくれるんだったらそういうところで、はい、外野フライ1本打つことがどれだけ大変なことか、そっか、でそれもセカンドランナーをサードランナーはともかく、うん、セカンドランナーをサードにやるみたいな、うん、そこまで考えて右に打てる、それはみんな考えるけども、だからそれをやっぱできるということに価値を見出してもらわないとね。そうです、坂本の場合は、うん、
だからもう全然心配なんかしてない、必要な選手ですよ。そうですよね、そっかそっか。でもこれだけ聞いてると本当に巨人がやっぱり今一番やっぱりセリーグの中でちょっと強いというか。まあそうだね、リリーフ陣もな、そうなんです、まあ非常にいいしな。そうなんですよ、あの大勢なんかもう全くで、はい、あのね見てて打てる気がしないね、そうですよね。いやだからあのちょっとね、長期ちょっと抜けてましたけど、抜群になって戻ってきたんだなっていう。そうだな、うん、いいな。そうですよね、投打ともに一番バランスが取れてるのはジャイアンツ。まあバルドナードも一時期セーブシチュエーションでずっと投げてたけど、ちょうどいっぱいいっぱいになる頃に大勢が戻ってきてくれたな、はい、だから8回だったらビャンビャンいくね。そうですね、もう安心して安心してというか、ありますよね。あ、いやだから他のピッチャーもな、うん、それなりのやっぱこう競争意識を持って、うん、緊張感を持ってやってるから、うん、みんなが抑えるからもう、おいや俺も絶対抑えなきゃいけないみたいな、うん、緊張感がすごくブルペンにもあるんだろうなと思うよね。そうですよね。ということは今の強い巨人にちょっと資格はなさそうですか。ちょっとヘルナンデス。いや、あるある。 ありますか、うんうん、やっぱりこう定期的に完封されるしあ、そうですね、ストップするんですよね。そう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 、いやこれ乗っていけるでしょ思ったら完封されるし、うん、はい、いやだから読めないんだよ。読めないけども、やっぱ安定してきたのはやっぱホームランがある程度、うん、まあ、出るようになってきた、うん、ね、勝負強いバッターも中にいる、うん、ピッチャーがいいな。そうですね、安定してきましたね。あのグリフィンが安定したっていうのは大きいよ、うん、そうですね、あの、うん、序盤ねちょっとあれだったんですけれどもね、もう投げちゃうどちらかに、はい、グリフィンが投げたら援護点がないみたいな、はい、俺はどうしたらいいんだみたいな、うん、まあ、それがこう歯車が合ってきたからね、うん、だからグリフィンのあの制球っていうのも素晴らしいし、はい、まあ、良くなってきたなと思うよです、ね、ちょっとヘルナンデス選手が率少し落としてるの、それは、まあ、やっぱりね、まあ、疲れもあるし、やっぱこうウィークポイント、うん、弱点というのが見え隠れし始めたよね、うん、だからまあそこら辺も疲れてるんだろうけども、はい、でも彼だったらちょっと克服してきそうな感じがするな、うん、なんかうまく対応そのレースとしてきそうですよ ね、まあ、そうだね、はい、ちょっとね今セ・リーグで一番、まあ、投打ともに安定しているのは巨人、はい、というふうに見ていますけれども、まあ、新しい戦力も入ってきますし、ちょっとね守備の岡本選手がいろんなところを回されているので、そういったことがどう響くのか、ちょっとあの後半戦オールスター明けも、まあ、そうだな、うん、まあ、でもね、まあ、岡本がぐるぐる回る、これは今シーズンに限りあるかもな。あるのか、うん、そうか、それはいろいろな諸事情でしょうがないってことですね。まあまあしょうがないんだよね、うん、じゃあそこはちょっとね目をつぶりながらも、一番いいのは坂本ショートまあ俺が個人的に見たいとか、はい、まあ思うだけなのかな。俺はなんかそれがうまくハマりそうな感じがするけどな。そうか、でサードに岡本選手固定っていうことですよね、うん、果たして、ね、後半戦でそういった試合が1試合でも出てくるのか、そういったところもちょっと注目しながら見ていきたいと思います、はい。